3!7 だ!まさに祝福、今月はコシーフレンズを迎えまくり祭りといったところか。まあ、当てなきゃ あれだけどな。一応ね、確認してみましょうか。ああ、ホワイトサーバルと一緒ですね。で、子供、まあ、こっちは基本的に。待て、おい先輩先輩方先祖前これは、ウェルカムトゥーようこそ、あい先輩これ欲しい、前逃したからさ、危ねえ、見といてよかった。いや、これね、なんかね、力比べでガチ勢の人絶対使ってると思うんだよね。そんくらい強いと思うんですよ。はい。いや、っていうか、普通に欲しいわ。まあ、お稲荷様も当てつつね。よし、まあ、こんな感じでしょう。さあ、本日から2月になって、ショップでチケットもらったりして、6枚と、キラキラは20連分チャンスがあります。全投資覚悟です。攻める。まずは6枚。まあ、今回も野郎の気配がプンプン感じますが、何もない。いきます。あー、絶対ない。この6枚、最悪カットの予感がするな。野郎が来るだけストレスか。あと3枚。はい。あー、絶対いう野郎が来たらもう前回同様に、全国の演出させるか。もう、駆逐。あ、なんか来た。あー、いけねえ。あー、ずっと、もう、2分の1だろ、そこは。カムバック、荒井先輩。そう、諦めねえぞ。あと2倍で奇跡起こすぞ。あー、絶対中途半端だね、まあ。まあ、分かってたけどね。結局、キラキラか。よし、まず最初の10連は、ルーレット。で、引いて、20連目で、ノーマル。この流れでいこう。思いっきり手の内の温泉認識にさらしたけど。今年はせめてぶつかっていくんだよ。いくぞ。あー、絶対ルーレット。あー、絶対荒井先輩ルーレットの本質はな、未来にあんだよ。大丈夫だったか、今の日本語。やべえ、これ、バキ先輩。あ、いったいけねえ。なんだよ、もう。マジかよ。あれも狙ってるんだけどな。欲張りすぎか。まあいいや。本番は次の10連だから、結局ね、全投資して、ケロロもホワイトサーバルも、全投資のうちの最後に、待って、これ、うわー、うわー、うわー、迎えちゃったよ。マジで、今月、興奮すぎだろ。やべえ、やっちゃー。これで、クソデブ探検隊、欲しいフレンズ2022年版、第5位を加入させました。すげえ、順調すぎる。あと3人よ。サーバルと、ハブと、スナネコタン。やったー。マジっすか。やばっていうか、完全にこのゲームやっぱ流れっすね。だって1月全然でしたもん。絶対確率だけで片付かんよね、これ。やった、これは最高だな、今月。商売繁盛、福徳開運、食べ物に困らず皆が笑顔でいられるように。もちろん不届き者には神に代わってお仕置きですよ。まさに荒井様のご加護が与えられ、祝福を受けましたわ。あ、そうですか。10連で終わりましたよ。もうこれがやっぱ攻めの荒井先輩のお力ですよね。さて、どうしようか。ね、このお稲荷様の後に出てるこいつもなんか嫌な気配すんな。いや、ちょっとね。はい、ちょっとごめんなさい。先輩方のフォトも欲しかったんですけど、さすがにこの流れで止めます。動画的にも次爆死だと台無しな気がするので。はい、ということでね。ホワイトサーバルに続き、お稲荷様も無事迎えることができました。さすがはこの方のご加護で。